ヤッポニボデシーです。ナナプルです。はい、本日はポケモンカードの新商品に関する情報をお届けします。はい、まずはこちらの映像をご覧ください。登場した新情報について改めて見ていきます。はい、今回は5月28日発売の強化拡張パック EV ヒーローズ、そして同じく5月28日発売の VMAX スペシャルセット EV ヒーローズに入っている新カード情報をたっぷりとご紹介していきます。イエイ。それでは早速順番に見ていきましょう。まずは強化拡張パック収録のカードからです。グレイシア VMAX です。はい、すごい美しいイラストです。はい、はい、グレイシア VMAX は HP が310の水タイプの V 進化ポケモンです。ポケモン VMAX からの技のダメージを受けない特性クリスタルベールによってポケモン VMAX に対して強く立ち回ることができるポケモンです。はい、水無色無色の技大ツララは150ダメージでベンチにも30ダメージを与えることができます。デメリットなしのとっても使いやすい技となっております。はい、特性がね非常に強いですね。進化前のグレイシア V の技氷結の覚醒をね高校最初の番から使ってあげればいきなりねグレイシア VMAX に進化してこの特性を働かせることができます。先行2回目の番に相手がねポケモン V から VMAX に進化をして技を使ってくるケースを防げます。例えばビキニ VMAX やハッドバトリックス VMAX とかはねエネルギー2個で技を使ってきますのでそういった動きをこの特性によってね防げるのが非常に強いかなと思います。技も2回でね300ダメージ分を出せますので合間にベンチへの30ダメージを挟んでいることによって HP330 のポケモン VMAX も倒しやすくなります。さらにグレイシア V、グレイシア VMAX ととっても相性のいいポケモンの動画もあります。こちらです。じゃーん、スノーリーフバッジ。名前にリーフィア V またはグレイシア V とつくポケモンの逃げるための必要なエネルギーが全てなくなります。さらにそれだけでなく弱点も全てなくなります。弱点もなくなる。はい、グレイシア V をメインアタッカーにね添える場合に風車の代わりにね使いたいカードかなと思います。はい、防御重視のね特性を持ったポケモンですので、まあ、弱点をねなくしてあげる効果も非常にマッチしてより場持ちがね良くなるかなと思います。続きましてこの子です。ブラッキー VMAX。 はい、ブラッキー VMAX は HP310 の悪タイプの V 進化ポケモンです。手札から出して進化させた時に働く特性ダークシグナルは相手のベンチポケモンとバトルポケモンを入れ替えることができます。うん、技ダイアークはデメリットなしで160ダメージです。はい、特に、ね、特性ダークシグナルが強いなと思っておりまして XI シーズンねルガルガンジ X と同じ効果を持った特性となっております。ボスのせいとね同じ効果でもあり非常に汎用的に使うことができます。進化前とね同じくヘルガーで一撃エネルギーをねつける動きも強くてですね一撃ウーラオス VMAX などのねヘルガーと相性がいいポケモンに組み合わせて使ってあげるのもおすすめです。トータイプのね弱点をついてくるコックババトリックス VMAX の弱点をね逆に悪タイプでつくことができる非常に優秀なポケモンかなと思います。そして相性のいいポケモンの道具も登場します。こちらです。はい、月と太陽のバッジ。お、名前にエーフィー V またはブラッキー V とつくポケモンが相手のサポートの効果を受けなくなります。はい、これ、ね、例えばねボスの指令やエザの下っ端の、ね、効果を受けませんので特にねボスの指令を防げるのがね非常に強力でして例えばね進化前や育つ前に倒されてしまうことをね防げたりもしますので非常にいいかなと思います。ちなみにですね名前にエーフィー V またはブラッキー V とつくポケモンというふうにねバッジの効果に書いてありますけれどもこれには VMAX も含まれますのでご安心ください。ポケモンの道具はさらに2種登場します。まずはこちらです。エレメンタルバッジ。はい、名前にシャワーズ V またはサンダース V またはブースター V とつくポケモンを見つけてあげると技を使うためのエネルギーがなんと無色1個分少なくなっちゃいます。いずれのポケモンも1つ目の技が無色1個のためにエレメンタルバッジが付いていればエネルギーなしで技が使えます。2つ目の技もいずれも使いやすくなりますが特にシャワーズ V は電気エネルギーに対応しておりましてエレメンタルバッジと組み合わせることによって電気エネルギー1枚でスプラッシュジャンプが使えます。技の効果でねリリのピッピ人形とかをね前に出してあげれば最後ね取られないように立ち回ることもできます。はい、さらにもう1枚はこちらです。リボンバッジです。
名前にニーフィア V とつくポケモンが相手のポケモンから技のダメージで気絶した時に取られるサイドが1枚少なくなります、うん、いやこれは気になりますね。それではここからは VMAX スペシャルセットのみに入っているポケモン VMAX を紹介していきます。はい、まずはこちらです。ブースター VMAX です。はい、モフモフしてて可愛いですね。可愛い。はい、HP320 の炎タイプの V 進化ポケモンです。技大爆裂は山札を上から5枚トラッシュしてその中にあったエネルギーの枚数かける100ダメージです。なのでなんと最大500ダメージを狙えてしまうポケモンです、うん、はい、この5枚トラッシュするといううちにいかにエネルギーをその5枚のうちに置くかがね大事かなと思うんですけれども、はい、でもね特性サルジエのヤレータとかを使ってエネルギーを1枚置いておけば確実に100ダメージ以上ね出すことができたりもしますし、またね博士の研究とかを使って山札をねどんどん少なくしていってその後エネルギーリサイクルとかを使って山札の中にねエネルギーの枚数を多くしてあげてから技を打ったりしてあげれば山札中のねエネルギーの枚数の割合が増えますので大ダメージを狙える確率が上がっていくということがございます。はい、またね、一撃エネルギーといった特殊エネルギーにも対応しておりますのでヘルガと組み合わせてね、特性によってエネルギーをつけたりしつつさらにトラッシュに行った一撃エネルギーを活力の壺を使ってね、山に戻してからブーストの技でね、ダメージを出しに行くっていうこともね、できたりもします。続いてのポケモンはこちらです。シャワーズ VMAX です、はい、こちら表情がめちゃくちゃ可愛いです、うん、可愛いですね。はい、HP320 の水タイプの V 進化ポケモンです。1つ目の技バブルポットは無色1個で自分のトラッシュから水ポケモンを1枚選んでベンチに出せます。その後トラッシュからなんと水エネルギーを3枚まで出したポケモンにつけることができちゃいます、うん、2つ目の技大激流は水無色無色100ダメージで相手のバトルポケモンにダメ感が乗っていれば100ダメージ追加で合計200ダメージになります。はい、バブルポットがね非常にユニークかなと思いますね。ポイントは進化ポケモンでも OK ということになっております。キングドラやね、インテリオンといった未進化ポケモンだったりグレイシア VMAX といったね、V 進化ポケモンを出すこともできますと。しかもね、水エネルギーがつきますので技を使う準備をね、万端になるという点が評価できます。グレイシア VMAX とシャワーズ VMAX をね、両方採用してあげて一緒に使ってあげてもいいかなという感じです。はい、打撃はですね、相手のポケモンにダメ感を1、2個事前にね、乗せておくことによって HP が210から20のね、ポケモン部位を倒しやすくなります。ガラレジグザグメやね、インテリア特性を使ってダメ感を置いておいてもいいですし、サンダース V の技を使ってダメージをね、事前に与えておくのもいいかなと思います。ブースター V、シャワーズ V、サンダース V はね、エレメンタルバッジをね、共通して使えますので、この3匹をね、組み合わせてあげて、オーラエネルギーを使って動かしていくデッキもね、非常にいいかなと思っております。はい、3匹入りはすごく夢がありますね。はい。はい、それでは続きまして、うん、サンダース VMAX を紹介していきます。こちらです。はい、ってしてますね。ピョンってしてますね。こっち見てて、はい、とても素敵です、うん、はい、HP が300の雷タイプの V 進化ポケモンです。こちらのサンダース VMAX はなんと逃げるエネルギーがゼロです。そして技の大陣雷は雷無色で100ダメージに加えてダメ感が乗っている相手のベンチポケモンに100ダメージを与えることができます。はい、サンダース V がね、技サンダーアローによって相手の好きなポケモンにね20ダメージを与えることができますので、そこで事前にダメ感をばらまいておいてから決めるっていうのがね、かなりいいかなと思っております。はい、もちろんね、削った相手をこの技でね追撃してもいいかなと思うんですけれども、技を使うためのねエネルギーが2個というところもねポイントが高いかなと思ってます。うん、エレメンタルパッチをね組み合わせることによってエネルギー1個でこの大陣雷がね使えますので、かなりコスパがよろしいんじゃないかなと思います。はい、個人的にですね、ガラルギャロップ V の技リブラホーンで相手のねベンチポケモンとかをね HP100 とかにしておいてサンダースブラックスのね技を使ってその残り100を削り切るっていうねコンボも非常に強くておすすめです。そして最後はこの子です。じゃーん、AVVMAX。 はい、はい、HP310 の超タイプの V 進化ポケモンです。特性太陽のケージはエネルギーがついている自分のポケモン全員が相手のポケモンから技の効果を受けなくなります。おそして技大在庫は超無色無色、相手の場のポケモンについているエネルギーの数かける60ダメージです。はい、太陽のケージはですね、汎用性が高い防御的なね特性かなと思うんですけれども、ドラパルト VMAX の、ね、技とかにあるダメ感を置く効果だったり、カップポケコ VMAX のね相手を麻痺にする効果とかをね受けなかったりします。で、技大最後の方は例えばね相手の場にエネルギーが6個ある場合は360ダメージが出てポケモン VMAX を一撃で倒せます。はい、
奥歯バトリックス VMAX だったりね、エネルギーたくさんつけるデッキに対して非常にね大ダメージが見られるポケモンかなと思います。はい、そして月と太陽のバッジにも対応しているので、ベンチにいても相手は手を出しづらいポケモンかなと思います。はい、以上がね VMAX スペシャルセットに、収録されているポケモン VMAX タッチでした。しかもね、この VMAX スペシャルセットに入っている VMAX プロモカードパックにはなんと本日紹介したポケモン VMAX のうち1枚と同じタイプの基本エネルギーがピラ仕様で3枚入っております。はい、ぜひ当たったポケモンと一緒にデッキに入れて使ってあげてください。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。はい、たっぷり合計10枚の新カードを紹介してまいりました、後半に紹介したポケモンの道具は条件を満たすポケモンが何種類かあるカードが多かったので、以前紹介した EV の技 V サーチで好きなポケモン V を3枚まで手札に加えられることを活かして好きな組み合わせでデッキを組むこともできちゃいそうです。はい、本当楽しみですね。ねえ、いやー本当にいいですよね、イブヒーローズ。え、この声は？こんにちは、謎解きクリエイターの松丸亮吾です。松丸さん、今日はどうしてここにいらっしゃるんですか？実は僕からも、EV ヒーローズに関してとっておきの情報があるんですよ。おお、今日はちょっとそれを話しに来ました。実は EV ヒーローズのパックの中には、僕ら謎解きの会社リドラが作った謎解きポケカというのが入ってるんです。おお、謎解きポケカ。 EV ヒーローズに収録されているカードを手掛かりに解くことができる謎解きの企画が入ってるということですね。面白そう。謎解きの企画ですか。はい、あのパックの中に問題カードが1枚入っているほか、あとは5月28日の発売日に合わせてネット上で謎解きが遊べるサイトもオープンします。おお、特別に今日1問持ってきました。おお、はい、まずはですね、昨日ポケカチャンネルの方でガルーラのカードが公開されたと思うんですよ。はい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 。実はそのガルーラのカードにも、もうすでに謎が仕込まれてたんです。え、知らない知らない。はい、ありましたっけ。わかんないです。じゃあちょっと問題見ていただきましょうか。はい、問題はこちらです。蹴られた文字を読もう、最後の答えは4文字だ。手掛かりカードガルーラと書かれています。問題カードがこんな風に、ね、パックの中に入ってて、手に入れたカードの中にもしかしたら手掛かりのカードがあればその場で解くこともできると。面白いですね。なるほど。はい、え、もう早速、はい、じゃあ早速解いてもらっていいですか。解いてみますか。じゃあ、用意スタート。はい、蹴られた文字、蹴られた文字、はい、蹴られた文字を読もう。軌道があるので、お、鋭いっすね、アップルさん。ガレーラがね、蹴ってる動きをしてるんですよ。この軌道的には、うん、手、一番、あ、軌道ね、そういうことね。思ったんですけど、はい、手の位、手の位置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 、手の、ガルーラの手の位置。お、手の位置読もう。手の位置読もうまでは出てきましたね。確かに、この左上とちょっと右下でコートそば、で、こそこそこそ終わっちゃった。じゃあちょっとヒント出しますか。はい、はい、お願いします。まだ解けてないと思うと思うんで、ヒントを出します。どうぞ。はい、ヒントです。二人には見せません。見たい、見たいよ画面の前の皆さんに負けたくないぞ。なんか文字の大きさが違うのとか関係あるのかな。待って、分かったかもしれない。はい、書きました。じゃあ松丸さんにこっそり、はい、ナップルさん、その答え、はい、正解です。やったー、嘘嘘嘘嘘、なんで出てきましたっけ。一番最初にこの蹴られた文字読むと、蹴られた文字読むと手の位置読もう。はい、手の位置はどこですか。手の位置は子とその位置です。ほうほう、でも答えは4文字っていうことは、あと2個あるはずですよね。はい、あー、ちっちゃい子の手のちっちゃい子の手の位置ですね。あ、文字がちっちゃい。子育て。はい、子育て、正解です。やったー、いい問題、確かにこれは、はい、ということでね、今回のこのガルーラのカードは、このイラストの中に実は蹴られた軌道と、この2体の手の位置を合わせて子育てっていうキーワードが隠れるように出す時を仕掛けていました。めちゃくちゃ面白いです。面白いですね。ガルーラのイラストの軌道とガルーラってポケモンのね、特徴としてのね、手の位置が4箇所あるってところをうまく活かした問題、はい、素晴らしいですね。ガルーラからガルーラのこの子育てっていうキーワードを出したいっていうので作られた問題になってます。いや、素晴らしいです。いいですね。はい、え、こんな問題が
たくさんあるんですか？もっともっとあります。もっともっとある。もっともっとあります。楽しめそうですね、これは。楽しみです。ぜひね、今までポケカを遊んだことがない人にも一緒に謎解きやってみようよみたいな感じで、はい、ポケカをね、ぜひ一緒にこう遊ぶきっかけとしても使っていただけたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということでお邪魔しました。はい、松村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで改めまして、最後にもう一度許可拡張パック EV ヒーローズ、それからね、VMAX スペシャルセット EV ヒーローズは、5月28日発売となりますので、ぜひ覚えておいてください。お楽しみに。今日の動画を見てとっても楽しみになったよって方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、また次回、バイバーイ。